はいえー、後半戦に突入したんですけれどもちょっとねもう本当こう短くてシンプルなお話一つしてみようかなと思うんですけれどもこれ以前「スリラーナイト」に来られた男性のお客様で,で、まあ、今でもね職業がその理数系といいますかね、えーまあ、技術者というんですかねそういったお仕事されてる方だっていうんですけどもうとにかく子どもの頃からこの方実感るんです 実験が好きだとい,うんです、ね、でいろんなことを試したいんだという男性が大学生の時にですね、まあ、この大学のある研究室を使って仲間たち4人とある実験をしたというんですでやったことっていうのがあのよくねこう階段好きの方は聞いたことあると思うんですけど部屋の四つ角にそれぞれ立ちましてで例えば、ね、A 地点からだあの1人。 のの角に立っている人のところまで行くで背中をタッチするそれをね十二繰り返していくと4人しかいないのに5人目が現れるというような階段がねよくあるとでこれを実際じゃあやってみようぜっていうことでこの研究室っていうの研究の結構な広さがあったらしいんですけど最初はね面白半分冗談のつもりで始めたんですがいざ電気消してみると真っ赤 くらな部屋の中でその四つ角に立って誰一人言葉も発しないでこれねロックさん実際やったらわかるんですけど電気消してその B 地点の人までたどり着くにはもうまっすぐ歩けないくらいからなので壁自体にこう手でね壁を触りながら移動するしかないんですただねこれ実際やったらわかるんですけどものすごく怖いんですってうで,でこの男性もねスタート地点から壁をこう触りながら ずっとず,ずっと B 地点の友達のところに行くで肩をポンと叩くと叩かれたこの B 地点の男性も次の角に向かってねやっぱりこうもうすぐこの2番手の男がね3番目の男にたどり着くんじゃないかなって思ってたある瞬間ギアーっていう悲鳴が聞こえたんですよ。 でもその途端にこの部屋の中にいる4人パニックです。うわーってみんな悲鳴を上げる。もう電気つけろ電気つけろっていうことで誰かがパチッと明かりをつける。と途端に部屋の中明るくなるんです。もうみんなすごいんですよ。いやーちょっとなんだなんだって大騒ぎになってる。とにかく落ち着けと。何があったか、まずみんな一回冷静になるんだ。で、この体験者の方がね、2番手の男にお前何があったんだって言ったら、 この2番目の男「いや俺何もしてないんだ」って言うえじゃあ3番目のお前か4番目のお前か悲鳴あげたの?」誰も叫んでないんですそもそも冷静になって考えた時この部屋の中にいるのって男4人なんですでもはっきりと聞こえたあの断末魔のような悲鳴完全に女性の声だったそうなんですだからねロックさん あの実験面白半分でやるものじゃないですよそんなことを聞かせてくれました最後まで動画をご視聴いただきありがとうございましたよろしければチャンネル登録高評価コメントしてくれると嬉しいです次回の動画もお楽しみに